はい、どうも始まりましたということで、本日はこちらの戦国アラドン、アラドン、アラディン戦国アラディン、アラディーンかな、アラディンじゃねえよ、アラジンだよ、魔法のランプ、あ、魔法のランプ、はいはいはい、戦国アラジンさんのこちらを紹介っていうか、前使えんかったんよね、実はなんか情けないやつがサバイバルしちゃったんで、まあ、あの動画見てもらったら分かるんですが、実はこれがまあ支給される予定があったんです。目玉商品だったわけ、目玉商品だったんですけど、まあ、ストーブを支給することもなくイルカ見て帰るっていうかね、チビでとかね、いるわけなんで、まあ今日はちょっとそれを使って行こうかなというところですね。使わにはもったないということで、このストーブで焼肉します。みんなのね、あのストーブのイメージってどういうイメージかわからんのだけど、俺が育った環境、ちょっと工事の音うるさいな僕の育った環境ではよく取ったイノシシとか魚とかをストーブの上にアルミホイルを敷いて焼いて、家の裏の小屋で親父と食べるっていう生活を送っとったよね。じゃけストーブはこの上で湯が沸かせたり物が焼けんとストーブじゃないでファンヒーターは家の中で使えるじゃん、うん、ストーブっていうのはこの上で物が焼けには意味がないと思っとって、ね、うん、これ焼き芋ぐらいじゃない、みんなやるのそんなイノシシ焼くとかも既得じゃけんしかもこれ普通の灯油ストーブじゃなくて、うん、ガスなんですよ。そう、蛍光管とかちょっと危ない場合があるしね、うん、そう検証ですね、できるか肉が焼けるとか、そう焼けんともこれはストーブとして意味がないと俺は思った。認められる、認めストーブはここで物が焼けにゃストーブじゃないやばすぎるということでやっていきましょう。じゃあまず本体を開けていきます。はい、よいしょ、カセットコンロの容量で、そうそうそう、よいしょ。今回今使うのは寒冷地向けのガスボンベ、一応その山とかでも使えるタイプのやつなんですけど、あったかいですね、普通にあったかい、岩谷ガスボンベでよかったんじゃないかぐらい。何してらっしゃる、よいしょ、やり方がわからんわ、何だろう、回すんかな、おしできた。いや、でもこれ、これを押せばいいんだね。そうです。これであの、おお、そうかそうか。はい。よし、できたぞ。ストーブを語るなりとか。灯油のしか使ったことない。はい、なるほどです。じゃあちょっとこいつを倒していってですね。じゃあ行きまーす。点火。は？ガス臭い。ついてない。わかった。これ多分火花飛ばすために電池もいるかも。あっ、あっつ。一瞬危険のエースみたいになったんだけど、左手が。じゃあお皿を作っていきまーす。お皿というかあのフライパン、これが一番いい方法だけど、作ってすぐ捨てれるんでね。で周りにこうやっぱ肉の汁が垂れたら嫌じゃないですか、ストーブに。なんでストーブで肉焼く人がおらん、まず。あ、そうなん。じゃあ本日はこちらアメリカ産のステーキ肉を焼いていきたいと思います。来年には黒毛和牛が焼けるように YouTube も頑張っていきたいと思います。箸がないわじゃあいきますよ、よいしょー。一生時間かかるやつやその肉じゃけ、まあ検証じゃけ、もしかしたらこれストーブじゃないかもしれないそこあえてこだわるんだよ、うん、ストーブだったら焼けるけ、うん、なるほどね。あ、ちょっと肉の声を聞いてちょっとうまいんじゃろうな。これをさ、豪でできたらうまかったよ、絶対。海でね、ああ、それ最高よ。でその用意もあったわけだよ、ちゃんと。今回お肉もあったんですよ、釣ったものに応じては。確かに、そう、私調味料とかもめちゃめちゃ用意して、もう本当にだって今回食の革命編だったんだよ本来は、うん、なのにこのおじさんが本当にしょうもない、しょうもない、心折れたんです、あの日は。これテントの中でやったらめちゃめちゃ面白かったよね、うん、こう風でこうなるテントおわーって言うほら焼けよるじゃん。ひっくり返していいですか、いきますよ。これストーブじゃん、これストーブじゃん。おはよう。おはようございます。ジンさんもいらっしゃったということで、おはようございます。おはようございます。じゃあちょっと切ってきたけん、この周りで
ちっちゃいの焼いてきます。多分こっちの方が火すぐ通る。何ですか。高橋くんらしいやろこれ。これで温度を上げる作戦。もう美味しく、もう美味しいじゃん。もう美味しい、もう美味しいよこれ。外で食べるっていうのが、うん、もう美味しい、はい、では行きまーす。オープン。おお、ちゃんとジューってなっとるよ。結構うまそうっすよこれ。うまそう。でこのフライパンすぐ捨てれる。結構あってそれ蓋なんすよ蓋。いただきまーす。知らない、いかんけ。いただきます。うまっ。うまい。あ、いい感じになっとるやん。もう外っていうだけでうまい。え、普通にうまくないですか。普通に焼けとるよ、うん、焼き肉想像より柔らかいね、ちゃんと、はい、ちゃんと肉です。うまい。え、ちょっとびっくりしたんですか。ちゃんと肉です、おかしい。おお。肉じゃ。肉よ。鉄塔鉄に肉よ、ずっと。うまいわ。まあ、これおしゃれなストーブですね、これ。そうなんや。おしゃれですね。これを動画でお披露目しようと思ったのって、ね、情けない。あ、前回のさ、サバイバルの目玉商品。目玉商品。情けないけど。いただきます。うん。うまい。これで米をかき込む。うん。じいさ、これちょっと舌で本気で焼いて、ちょっと本気でやっていきますね。え、この大きいやつだけですか。うん、この大きいやつ本気で焼いて、ちょ、行ってきます。あの鉄板焼きのシェフじゃけ。そうだね。そう、鉄板焼きのシェフがガチで焼くのとストーブの上でじんわり焼くのとどっちがうまいのかっていうね。いいね。まあもうだって検証はできたよね。これはストーブだったってことね。ギリギリで、でもあ、かろうじてなんだ。かろうじてストーブ。あ、なるほどね。うん、これ多分室内で焼肉屋で出るとするじゃん、うん、したらなんやこの肉って言うの。いや、絶対言う。4枚1200円、4枚1200円のステーキをジンはどこまでうまくできるんかね。だけあれ1枚300円じゃん。じゃあ320円。俺思うことがあるんだけど、あの高級な料理、いい肉に、うん、なんたらのソース、はいはい、ソースをかけんこそのまま塩コショウで焼いてくれって思うよ。いいもんはね。なんでなんかいよみたいな。いらんことすな。なんでそれやったみたいなのが高級料理は俺の感覚ね、多い気がする。ありがちやね。そう、魚も刺身にせえやそれはみたいな。なんでそうしたみたいな。何かわけやから酢みたいな。そう、バルサミコ酢とかやったら使ってね。そうじゃなくていい。どこから流れてきたの。あそこから流れような。止まった。めっちゃなんか、え、すごいなんかいい匂いしてる。こいつやりよるで。まあ最上階がエタニティなんですけど、で今屋上におるんですけど、換気扇が屋上についとんすよね。これいい匂いしてきてますよ。やっとるわ。いい匂いしよる。はい、では出来上がりました。こちらですね。なんか適当にソース作ったんで。あ、それソースなん。はい。え、じゃあ食べていい。もう冷えるけど。普通に赤ワインと塩入れただけです。はい。あのバターがあったらよかったです。いただきます。優勝。優勝。あ、優勝。これは普通にうまいよ。優勝した。1枚320円の肉優勝した。うまい、うまい。うんうんうん、うまい。え、ちょ、しゅんちゃんも食べてみんけ。じゃあいただきます。どうぞ。え、こんなになる。なりますね。300円の肉の可能性感じとるわ俺マジで。うまっ。ちょっといきなりステーキに物申したいわ。あ、申せますよ。やばい。
いきなりステーキに当たって3000円ぐらいかかるもんね。かかります、かかります。いや、だってこれ人件費込みでも1000円でいいよね。じゃあね。あ、うまっ。ちょっと地舐めとったわ。いやいや、でも肉焼いたのは2年ぶりぐらいです。マジ？はい。2年ブランカってその肉焼けるんだったら俺雇うわ。俺が雇うわ。募集中です。あ、最後にラスイチ、ラスイチ、まだラスイチ、ちょっと書き込んじゃってよ。いっちゃおうかな、もういっちゃいなよ。あ、ちょ、これ、ちょ、待って待って、俺ポイントやっていい？はい。ちょっと肉取って。あーこれをこのちょいのせっすね。タレやっぱご飯かけんと。寿司。で、これはですね、これでほら、ストーブいいやろ。もうお手軽っすよ、やっぱストーブが。これ、週のうち4日うちの家はこれだったけど。ほんまよ。ほんまに、ほんまなんだって。みんな嘘って言うかもしれないけど、野ほんまにそうだったんだけど。あ、これ海鮮焼くんですか？海鮮もだし、だけイノシシとか、そう、取ってきたもん。やばっ。うちの実家はだけど、その晩飯食うでってなったら、そのダイニングとかリビングに集合するんじゃなくて、裏の小屋に集合するんだ。ダウが来て。ほんまよ。野いや、ほんまなんだって。ほんま、週の半分それです。やばい。うちの部屋はそうだった。晩ご飯食うでって言ったらみんな小屋行くでみたいな。はい、ということでこれは結果としてはストーブでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。